ページにはもう少し書いてあるんですけど、この事件はですね、大変残酷な事件ですけれども、被害者の方が交通事故で体が不自由な高校生、定時制に通っていたけれども勉強して今度全日制に移ることになった。そして非常に喜んでいたら仲間の2人がお祝いの会をしてやると呼び出して、障害者のくせに全日制に行くのは生意気だと言って、顔、頭、足、腹、ところ構わず無抵抗の被害者を70回以上殴った。それで被害者の顎は外れ、顔はたちまち原形をとどめないほど膨れ上がった。意識を失いかけた被害者をこの二人の少年は高さ60センチほどもあるコンクリート台からプロレス技のバックドロップで頭から地面に叩きつけた。さらに別の場所に移動し2回バックドロップを繰り返した。失禁して泡を吹いた被害者をさらに1メートルほどの高さからコンクリートに頭を打ちつけた。そして障害者だから助ける価値がないとか、こういうことをいろいろ言ってたと。こう言ってこの二人の少年が被害者に水をぶっかけて、暴行は1時間半以上も続いて命を失ったという、まあ、こういう本当にむごい犯罪でございます。この被害者のお母さんが、大臣がテレビ番組に出ているとき、これ民主党ネクスト大臣のときにですね、出ておられるときに被害者のお母さんが来たときに何と言ったかというのは、これは平岡大臣のホームページに、私はこういうふうに発言をいたしましたという以下に記させていただきますと書いてあるところを読み上げますと、その加害者の人にその死の恐怖を味わわせるという気持ちで、あれですかね、私はあなたというのはお母さんが本当に幸せというか納得するというかできるとはちょっと思えないんですね。むしろそういう悪いことをした子どもたちはそれなりの事情があってそういうことになったんだろうと思いますけど、というふうに言った。それに対してお母さんが事情って何ですかと問いかけたら、ここから先は先ほど大臣がおっしゃった通り、いやいや事情というのは要するに彼らがどういう環境で育ってきたとか、どういうふうに大人とか親とかの関係であったとか、まあいろんなことがあったわけで、それはとにかく置いといて、その加害者であった子どもたちにどうなってもらいたいのか、その子どもたちが自分を反省しこれから人生を歩んでくれるということには、そのようなことはもういいから、とにかく死の恐怖を味わわせてやりたいということですかと、そういうふうにおっしゃったというふうに大臣のホームページに書いてあります。確かにまあ、少年法のですね、精神は精神としてあります。私たち放送、そして法務委員会の国会議員はそれは理解していると思います。ただですね、犯罪被害者のお母さんにですね、これを言うというのは、これは本当に人間としてね、どのような気持ちでおられたのかと私は思うんですよ。そしてその後、お母さんに、まあ、電話一本の謝罪をしたということですけれども、お母さんはまだ怒ってらっしゃる、気持ちが傷ついてらっしゃる、そういう中で昨日我が党の平沢議員がお線香をあげに行ったらいかがですかと言ったら、そう言われて初めてじゃあそうしますというような趣旨のことをおっしゃいましたけれども、その前の答弁では自分は電話で謝罪をし、その前にホームページで先ほどのような引用をした上でですね、ホームページで謝罪をしたので、これで十分な謝罪をしていると考えているというふうにおっしゃったんです。私はそれは違うと思うんです。先ほど からのですね、まあ被災地のこともですね、大臣書士に書いていただけませんけれども、そういうようなことの一つ一つの答弁を見てもですね、なんか本当に、誠意が感じられない気持ちがいたします。犯罪被害者の施策についてはその後の、衆議院の質問でですね、答えていらっしゃいますけれども、その答えたことをですね、本当に魂を持って取り組んでいただきたいということをですね、申し上げたいと思います。先ほどから申し上げてきました通り、大臣所信をですね、大臣が5年目ということで繰り返してきて、なかなか功を奏してないということからもですね、この法務委員会大変課題が山積しておりますので、私から委員長にお願いをしたいのは、
この間ずっとこの法務委員会の課題であります尖閣問題とか、それから検察庁のフロッピーディスク改ざん事件もありました。これに関して検察の在り方検討会からも報告をいただいておりません。また最高検の報告もいただいておりません。ですのでしっかりとこういうことについてですね、早くまた委員会を開いていただいて集中審議をしていただきたいということを申し上げます。委員長、はい、ただいま森さんの要求につきましては午後9時間において協議をさせていただきます。委員長、森さん、ありがとうございます。それではこれで質問を終わります。